北海道小樽市を三崎高等学校は北海道小樽市にある公立の高等学校である。函館中、札幌市中に次いで道内3番目に設立された旧姓小樽中を前身とする古い歴史を持つ公立高等学校である。自由な校風が特徴とされる。北海道内では塩漁の名で知られている。高歌の歌評 B である作家、評論家、 伊藤生の自伝的小説、若い詩人の肖像によれば、開校20周年の記念祭の前に、当時の校長が、新進小説家として知られていた、卒業生の岡田三郎に作詞を依頼し、卒業直前にできた効果を体操の教師の弾く、オルガンで練習したとの記述がある。ヘチョウチョウのゆったりとした曲調。歌詞の一節、大鳥高校の高木誉れは、 日本有数の港として栄えた、小樽港の不団の形を模した表現であり、鳳凰、大鳥は、潮漁の象徴的存在である。また、3番の歌詞は、潮漁星の振動航海に例え、暴風や波頭を越えて、対岸のシベリアに向かうという表現がある。近年、記念館の手前に花火が混流された。 歌詞前文は公式サイトを参照効果にも登場する屋上の鐘。以前の焦げ茶色から塗り替えられ、現在は明るい茶色となっている。毎日午前8時5分と午後5時25分頃に効果のメロディを奏でる。PTA 広報誌の名称も行商である。学区内の人口が減少傾向にあることから、近年募集間口が減らされており、2014年度からは、 一学年六クラスとなっている。北海道では一つの学区が非常に広くなっており、学区内最大の高等学校である塩寮には、尻部市管内全域にわたる広範な学区から生徒が集まるが、現状では9割近くが、小樽市と余市町出身の生徒で占められている。市内の生徒の多くは、市内バスで通学する。最寄りのバス停は、北海道中央バス、龍徳。 寺前、入学試験は、同立高等学校の統一入試を利用している。週5日、45分を1時間として7時間授業を行っている。2年次から、文系、理系、維新類系の3つに分かれたカリキュラムが組まれている。2006年に、全国的に発覚した高等学校の特定科目未利修問題に際しては、使用量高校も、情報、 理科総合の授業数が足りなかったことや、現代社会を政治経済の教科書に切り替えて、授業をしていたことなどが明らかとなった。文部両道を重要な校訓の一つとする使用量では、体育も重視されている。週3時間のうち1時間は、男子では柔道、女子ではテニスに当てられている。かつては男女とも、1年時にオリジナル体操、使用量体操が取り上げられた。 現在では女子だけである。2年時は行わず、3年時に使用量体操の創作を行う。女子だけということで不満の声もたまに上がるが、使用量の伝統だからと大半が諦めている。1972年11月10日、制服制度を廃止し、従来の制服は標準服とされたが、現在その標準服は消滅している。 制服廃止の前後には、服装自由化を求める生徒による、性暴焼き打ち事件があり有名なエピソードとして、かつて生徒開始でも取り上げられた。指定の使用量ジャージは学年ごとに赤、青、緑の3色が繰り返されている。上靴のラインの色もジャージの色に合わせて3年で一巡する。特徴としては、チャックが身頃の半分までしかない、白の一本ラインやポケットが、 ズボンに一個あるのみである。学校外で着るのには勇気が必要。立候補と投票によって三役が決められる。各種専門委員長は各クラスの評議員の承認を得て決定する。全校生徒には後日、掲示によって知らされるため、各種専門委員長の決定を知らない生徒も、選挙活動があまりに静かであり、役員の人数も流動的であるため、 選挙はやや形外化したものになっている。生徒会始、大取りが年1回発行され、クラス紹介、クラブ紹介などが掲載される。2013年9月現在、22の運動部、10の文化部、4の外局、7の同好会が活動しており、加入率は毎年9割を超える。全国的な競合である放送局は、1996年と2006年に、 NHK 杯全国高校放送コンテストの創作テレビドラマ部門とテレビドキュメント部門でそれぞれ全国優勝を果たし2007年と2013年には同体会テレビドキュメント部門と創作テレビドラマ部門での全国優良賞という結果を残した。また、吹奏楽局、音楽部は毎年秋に地元の小樽市民会館、小樽市民センターなどを会場に 定期演奏会を開催し、市民に親しまれている。陸上も非常に強豪であり、毎年数人のインターハイ出場者を出す。ボート部は旧姓をたる中時代からの古豪として知られ、ラグビー部も7人制全国大会出場歴がある。公式野球部は2014年に地区大会で全年度甲子園出場校の北昇を7回コールドで下し、総部111年目を迎えた。 同年の南北海道大会で準優勝を経験している。創立翌年の1903年に設立した剣道部は、学芸と武芸の両道を極め、引い出た人物を育成してきた。第二次大戦後、武道抑圧により、剣道自体が下火になった時代もあったが、明治、大正、昭和、平成と耐えることなく、活動を継続してきた。部員の多くは、有段者であり、 高校生最高段位の3段を取得する者も,も多く、最盛期には男子剣道部、女子剣道部があり、尻部市大会において個人、団体ともに優勝を果たすなど、全道、全国に通じる県の道を示した。しかし、2018年3年生の引退後は、休部状態となり、翌年も再編成がなされなかったため、生徒会規約に即し、 2019年5月17日に廃部が決定。令和への時代の変遷とともに、その輝かしい115年の歴史に幕が下りた。文武両道を航訓とする使用量にあって、途絶えた歴史の復活が望まれている。校舎に隣接して、高校の様々な資料を展示する記念館が設けられている。茶色のレンガと八角形の平面が印象的な建物で、 演劇部の稽古場として使われるほか、軽音楽部やクラシックのミニコンサートが催される。校内の購買では、地元のパン屋の商品や飲み物、文房具などを買うことができる。食堂は定時制専用。また、昼休みには近所の商店などへ行くことが認められている。3年生の受験準備を考慮し、8月の終わりまでに行事が集中している。7月の 第3週の週末あたりに開催される最大の行事。期間は3日間で、準備期間も含めて、期間中は、それぞれのクラスがまとまり、学校全体が、活気に満ち溢れる。期間中は、クラス T シャツや塩量用オリジナル T シャツを着ている、生徒が多く見られる。年度内に2度あり、下季は7月初めに、冬季は3年生が卒業した後の3月に、行われる。 8月末に学期が始まって、すぐにある実力テスト期間の直後に行われる。10月の初めに行われ、2年生で関西へ行く。3泊4日と周辺の公立高校より1泊短い。卒業生の組織として、使用量クラブ、東京需要量村仲介がある。使用量クラブから帰還し、使用量が発行されており、小樽市内の書店でも、店頭で入手できる。 カテゴリー、北海道樽市を見さぎ高等学校出身の人物も、参照野球、編集陸上、編集スキージャンプ、編集周りを山に囲まれた旧姓樽中は、大正期から昭和初期にかけて黎明期の日本ジャンプ界を牽引する存在であった。OB らの尽力で、ジャンプ台や合宿所整備、1934年にはナイター設備を完成させている。 ありがとうございます。